1月27日朝刊チェック録画配信分です。5秒前4、3。おはようございます。こもさん、小森康則でございます。1月27日の土曜日、一旦、生配信をこの自宅書斎からやっておりましたけれども、ちょっと回線の関係で途中で切れてしまいました。改めまして、冒頭からお話ししようと思いますので、生配信をご覧の方には1項目目2項目目あたり重複することになりますけれども、どうぞお許しくださいませ。ちょっとこの部屋からやるのに自宅の Wi-Fi がちゃんと届いていないということですので、今度家電量販店に行ってちょっと中継機買ってまいりますので、どうぞお許しくださいませ。今日もお時間の許す限りお付き合いください。さて、今日土曜日、まずは神田正輝さんが旅サラダに復活をされたというのを朝8時に見ました。まだ痩せてはおられたんですが、もう一度番組に出演されるっていうことで、驚きを持って聞いておりまして、声は元気でした。はい。正直、勝手な感想として、もう戻ってこられないんじゃないかなと思っていたんですが、とある記事によりますと、体のメンテナンスというので、病院に行かれたんですけれども、大腸ですかね、なんか、そちらに問題があって、手術をすることになって、で、1ヶ月ほど入院をされていたということなんですが、その記事によりますと、いかんところは切除できたんだということで、今日から復活でありました。写真がスポーツ新聞なんかで掲載されている何年か前の、まだそんなに激痩せになってない頃のイメージとはもちろん違うんですけれど、あのような形で旅サラダ、ご本人今のホームグラウンドとされているところに戻られたというのは良かったなというふうに思いました。あと、ラジコで聞きましたけれども、ダウンタウンの浜田さんですね、浜ちゃんがゴブゴブラジオという MBS ラジオの番組に、この松本さんの騒動の後、文春砲がぶっ放された後、年明けの収録というので、そういう意味では初めて、生放送ではありませんけれども、この文春砲についてですね、松本さんが活動を休止しているということについて初めて言及をしたというので、ネットニュースにもなっておりました。実は名前も出てますが、私の番組を一緒にやっていた後輩のディレクターで、朝からてんこ盛りもそうなんですけれど、オセロとの番組を一緒にやったりとか、もう本当に若い頃から一緒にやっていた、もう言うても定年が見えてくるような大ベテランなんですけども。浜田さんも大変だろうし、ディレクターの彼も大変だろうなとは思い持って聞いていました。そうですね、騒動そのものについて特に言及しているわけではなくて、まっちゃんがいないということで、その相方探そうかなとか、いや、松本さんがいないとダメなんだっていう話ももちろんしてましたし、その笑いを交えて、そのことに触れたという、正直だけのことというか、ただ逃げずに番組の冒頭から他の出演者と共にこの問題に触れたというのは、全く無視してるんではないというところは、僕は良かったなとは思うんですけど、ただ結局何も言っていないといえば何も言っていない。今問題になっていることの本質的なところの問題ですね、まさに問題について相方の立場として正面から向き合って話をしているわけではありません。なので、その五分五分を聞いて、芸能記者がとか、あるいはメディアのことになると出てくる大学の先生がいい番組だったというようなことを書いているのは個人としては分かりますよ。個人としての気持ちは分かりますし、僕もその共演者の一人として、あるいは同じ番組を作ってきた制作者がディレクター級を振ってますんで、そういう意味で大変やなっていうことでそういう気持ちはもちろんあるんですけど、まあ少なくとも芸能記者という名前で肩書きで仕事をし、あるいは芸能にも詳しい大学教授として、その公のところにですねコメントを出すという意味で、そんな個人的なことだけラジオって温かいなとかっていう話じゃ僕はないと思います。はい、がっかりしました。それはね、もっと他のことやったら厳しく書いていたりする人たちが、あるいはその立場の人が個人的によう知ってるからよかったなっていうのは思うのは全然構わないですし、僕も思いますけれど、ただ今何が問題になっているのかっていうことですね。そのスイートルームの寝室で何があったかっていうことももちろんですけれど、それ以外のセカンドレイプの話であったりとか、事務所側の対応の問題であったりとか、裁判がどうなっていくとかっていうのは、複合的な問題ではありますけれども、しかし番組が昨日の「五分五分ラジオ」がそのことをしっかり受け止めて喋ってるわけではないので、本来芸能記者であるとか、大学の先生っていうのはそういう複合的なところをどう見て、どう見るべきなのかっていうような話をする立場だと思うので。古い仲間が集まって「あの時大変やったなこうやったな」って今居酒屋でしゃべる分には別にいいですし、僕にもそういう機会はありますけれど、発信する立場で言うとなんだかなと思いました。で、逆に言うと浜ちゃんの立場としてはまっちゃんのこのことについてある意味ギリギリ言えるところを言ったんだろうなとは思うんですけれど、それを論評する側としてはいかがなものかとは思いましたですね。個人的に喧嘩したくはないですけど、聞いてる自分がの違和感は私は黙ってはいられないので、そういうことを思いました。さて、本日の朝日新聞でございます。まず、トップは伝送になってますが、こちらから参りましょう。49年逃走容疑者、今のところ「か」となっております桐島聡という、この顔にピンときたら110番、交番の前でこの写真をご覧になった方は多いかと思います。49年前ですから今何歳ですか。桐島聡は70歳。私が今年63になりますんで、小学校入った時にはもう中学生のお兄ちゃんですから、いわゆる学生運動華やかなりし頃にさまざまな過激派の活動がありました。で、政治的な主張、あるいは当時の、政府のやっていたことで若い人たちが正義感に駆られて動いている中で、まさに過激派として火炎瓶を投げヘルメットをかぶり浅間山荘に、立てこもり、そして、連続企業爆破事件を起こし、さまざまなセクトがあるわけですけれど、やっぱり一般の人も巻き込んだですね、あるいは警察官も巻き込まれてある人たちもいますけれど。人殺しなわけですから、その人殺しがですね人生最後の瞬間において自ら名乗り出てきた、それをここまで結局捕まえることのできなかった警察が赤っ恥をかいたんだなというふうに思いますし、一方僕よりも一世代上のその全共闘世代で、就職が決まって髪を切ってネクタイ締めて企業戦士となっていった人たちもいますし、一方であの頃の正義感をいまだに持ち続けて、僕から言わせれば曲がった正義感を持ち続けて、あらゆるものを嘲笑って生きているおじいちゃんおばあちゃんたちがいるわけですね。それは僕はどうかなと思います。当時のその権力に対する正義感そのものが悪いとは言いませんが、その走った方向、アウトプットの方向が人を殺してでも構わないんだというところに行ったということについて、彼らが本当にどこまで、反省をし今生涯を終えていこうとしているのか。重信房子さんと今は言わないといけないんですかね、こういった人にいまだにこう賛辞を送るような考えは僕は持っていないので、今回この桐島聡というおじいちゃんが1月に入院をして、で25日に桐島聡ですと名乗り出たことの意味合いというのが、最後は本名でという心情の問題なのか、あるいは保険証の問題とかで、言わざるを得ない状況になったのか、あるいは逃げおおせたと、俺の人生は逃げおおせたのだということを世間にアピールし、国家権力警察権力に対して勝利宣言として名乗り出てきたのか、そのあたりはまだよくわからないですけれど。警察の側が、そのことを鵜呑みにはせず DNA 鑑定など数日かかるようですけれど、それをして本人と特定して、おそらく記事にあるような病状からすると、病院を出してですね、手錠をかけて連行するシーンを撮影させて拘置所にで入れながら取り調べをして、そして起訴をして裁判にかけて、有罪し、その刑が確定して刑務所に入るという時間的な余裕はないでしょうね。それはね。ただこれは想定ですけど、桐島聡がその自分たちへの勝利宣言として名乗り出ているんだとすれば、僕はそれは曲がった根性だと思いますし、僕たちの一つ上の世代の人たち、この人たちがいまだにそういう気持ちを持っているとすれば、僕はたとえその国がどういうことをしていたとしても、それとは別の話として、断罪されるべき小物であろうと思いますね。だから、今からその医療刑務所に入って、同じような治療をするんであれば、彼の命の長さは変わらないのかもしれませんけど。何らかの司法手続きというか、それは進めてほしいなと、それが一国民としての僕の考えですけれどもね。これによって、他人の保険証を使っているのだと、だからマイナ保険証に反対する人たちっていうのは極左勢力であり、他人の保険証を紙の保険証だから偽造したり、他人になりすまして、このように病院に入れるんだと、反対している人間はみんなこういった考えの持ち主だというふうな論調もあるわけですけど、私はマイナンバーカードを持っておりませんし、今後マイナ保険証になっていくと自分への不利益はあって、最終的には組み敷かれるものなのかもしれませんけれど、任意であると言って始めたものを強制にしていくという国家権力のやり口が僕は気に食わないので、任意だと言ってたじゃないですかと。作るも作らないも自分で決めたらいいんですよって言ってたものを真綿で首を絞めるように、その強制にしていくっていうような今の政府のやり方、行政のやり方、それを僕は認めたくないという意味で、別に、左翼でも右翼でも極左でも過激派でもないんですが、マイナ保険証を持たないという選択を今のところしている私に、そんなレッテルを貼らんといてくれよという気持ちはありますね。それが私の違和感です。続きまして、伝送の話は後でいたしますが、第2社会面に出ております陸上自衛隊のヘリ墜落事故についてです。去年の4月のことでありました。宮古島沖で墜落をいたしました陸上自衛隊のヘリには、熊本の師団の偉いさんが乗っていました。で、事故の直後からですね、さまざまな憶測が飛んでおりまして、中国が撃ってきたのだと、ミサイル攻撃をしたのだと、あるいはレーザービームのような、何でしたかね、そういう新兵器を試したんだと、おかしいという、私から言わせると陰謀論がたくさん出てまいりまして、で、まあエアマンの端くれとして固定翼回転翼の違いはありますけれども、もう何を言ってるんですかと、そういうその基本的な知識とかないから何も言うなではなくて、野次馬のたしなみという言葉をずっと言ってますが、分からないなら分からないなりに、より分かってる人がまだ分かりませんよって言ってることを、そういう口頭無形な話を作って、でそれを思ってるだけならまだしもネットを通じたりして、ばらまいている人たち、僕はこういう人たちが世の中を大きく曲げていくと思いますんで、権力を持っている人たちの暴走も怖いですし、彼らの根っこのところのひん曲がってるところが、いくら頭が良くて政策が正しくても、その暴走というのは怖いんですけど、人数で言っても一般素人の方が多いわけですから、そういう人たちの一部が、ごく一部ですが、陰謀論によって、それを扇動し、他の人たちが恐怖に駆られてその陰謀論に乗っかっていくっていうことの恐ろしさをずっと感じておりますんで、この陸上自衛隊のヘリが墜落して中国軍が撃ったんだっていうようなことを言ってくるやつを僕は許せなかったです。だから、別に個人的には会えば話はしますが、私の同級生が一人僕のツイッターにそういう陰謀論を書いてきましたので、僕は彼をブロックしました。別にその後会うてないですが、会えば一緒に居酒屋で飲むでしょうしするんですけど、それがいかにおかしなことで、おそらくもうニュースの賞味期限が切れていますので、自分がそういう陰謀論をばらまいたのだということを多くのそういう人たちは、もう忘れてるんだと思うんですけど、僕は忘れていません。今回、実は事故のしばらく後にですね、2機あるエンジンの1つが不調であったということはもうすでに出ていました。1000フィート300メートルの高さ、あるいは1500フィートぐらい、1500とかっていうところから高度が落ちてきていまして、おそらく500フィート高度150メーターぐらいのところからですね、落ちていって海に落ちたと。でこれはもうどんな事故でもそういつも言ってるんですが、飛行機やヘリコプターというものは空を飛ぶために作られていますので、基本的に風船が飛んでるようなもんです。もちろんジュラルミンであったりいろんなその金属製のものとかで飛ぶための強度は持ってるんですけど、落ちた時に大丈夫なようには作られていません。なのでバラバラになります。炎上もします。だから原型をとどめないほどバラバラになりとかって記事で書いてあっても当たり前やっちゅう話なんで、火山が噴火したら、マグマが噴き出し真っ赤に燃えてっていうのは、それはマグマが出てきてるっていうのはそういうことなので、軽自動車にトレーラーがぶつかったらそれはもうぺちゃんこになってしまうものなんで、そういうことを想定して設計はされていません。であれやこれやみんな言ってはって、金属疲労が原因であるかも、それは可能性としては排除もちろんされないもので、金属疲労によって機体が分解をし、それによってバランスを崩して墜落するという事故とかも起きていますので、あらゆる原因は最初のうちはもちろん否定はできないわけですけれどね、そういう意味で言うと中国が撃ったというのも否定できなかったのかもしれませんが、現実的に考えにくい、そういうことをど素人が騒ぐことが、あえてど素人っていうと、その言葉に反応する人はいるんでしょうが、あえて使います。そういう人たちがただただ騒ぎたいから、不安になりたいから、自分一人で不安になってくださいよ、人を巻き込まないでくださいよ。で帰ってきたんで僕は彼をブロックしました。それは私としてのささやかな決意の表れとしてですね、そういう論調を僕は許したくないからですね。で前後に回転翼揚力を発生するペラが回っているものなんですが、エンジンは2機積まれておりまして、でそれは別に1個ずつにレシプロエンジンが回ってるっていうんじゃなくて、タービン回してジェットエンジンで回っていて、でそれで飛んでるっていうタイプのものなんですね。でエンジン2つあるんで、飛行機でいうと固定翼でいうとこっちのエンジンとこっちのエンジンと両方ありますっていうもの、私が乗ってるようなやつは小型機で前に1個だけのエンジンなんで、そのエンジンが止まりますと落ちてしまいます。滑空しないといけません。一度エンジンの出力が極端に落ちてしまってかろうじて空港に戻ったっていう経験はあるので、そのエンジンの出力が思うように上がらないっていうことがいかに怖いことかはパイロットとして経験をしておりますが、基本その総発であったり3発であったり4発であったりする、その単発ではないエンジンが複数ある機体というのは、エンジンが1つ止まっても飛べるようになっています。そのように設計をされています。今回の墜落した陸上自衛隊のヘリコプターもエンジン2機積んでますので、1つが止まっても大丈夫なようになっています。でフライトデータレコーダーの分析によりますと、あるいはそこにコックピットの、音声も残っておりましたので、ボイスレコーダーの解析すると、今日これ朝日の、スクープでよそはまだ出ていなかったので朝日が独自に調べたんだと思いますけれど、朝日が調べたわけじゃなくて調べた人から聞いたんでしょうけれど、2機あるエンジンのうちの1機が出力が落ちてきたと。で当然さまざまなアラートが鳴ります。で警報が鳴っている中で、本来その調子の悪くなった方のエンジンをシャットダウンする、例えば火を吹いてしまったら消火をするし、エンジンを止めるわけですね。今回のことはどの辺までの不具合なのかは今のところ分かりませんけれど、しかし一つのエンジンを止めてももう一機の生きてるエンジンが回っていれば飛び続けることができます。空港まで駐屯地まで戻って降りるのか、 あるいは不時着水をするのか、高度は落ちてきてましたからね、オートローテーションって言って、そのエンジンが両方とも止まっても降りるだけの高度のマージン余裕があったかどうかは微妙なところだとは思いますけれど、しかしそういう訓練はずっとしていますので、ある種まあ大トロで言うともう本当多分ヘリの訓練のほとんどとは言いませんが、多くをそのオートローテーションエンジンがもし今ここで止まってしまったらどうしますかっていうことに費やしますし、陸上単発の固定翼の我々でもまあ完全にエンジンは止めませんけれど、エンジンフェイリアって言っていきなり横の教官がエンジンをアイドリングにしてしまって、さあどうしますかっていう訓練を何度もします。まず生き残れる一番長く空にいられるスピードがありますんで、そのスピードに合わせて1秒でも長く飛んでいられるようにして姿勢を安定させて、エンジン火災があるならばエンジンを止める、あるいはまあ消火できるなら消火するとかで、風向きを見て場所を見てどこに不時着するのだということを決めて、少しでも命が助かるような操縦をして、高度を処理していくっていうことをするわけで、まあ、そんなことはパイロットならばみんなできるはずです。その訓練は過不足なくしています。しかし今回、どうやらそれが誰が操作したのかは分かりませんが、生きている側の止めなければならない不調なエンジンではなく、まだ正常に動いているエンジンを止めてしまったみたいです。空落ちます。だってこっちちゃんと生きてないですから。出力落ちてきてるわけなんで、まあ、バランスも崩すでしょう。はい。ということのようです。まあ、これをヒューマンエラーと呼ぶならばヒューマンエラーということになりますし、まあ、何でもかんでもすぐにこれは管制の責任だ、これは海上保安庁の責任だ、これは日本航空の責任だと誰かに責任をさえ負わせたら、今日のお酒が美味しいな、ご飯が美味しいなっていう、そういう責任を押し付けて喜びおじさんおばさんはでありたくはないんですけど、そんな単純な一個だけの理由で決まるもんでもないでしょうし、まあ長い間安定して飛行できているものなので、そのスイッチの場所とかその形状とかいうところに原因はないであろうと思われますけれども、しかしまあ、その生きているエンジンを切ってしまえばバランスを立て直すことなくあっという間に落ちていったのであろうということです。まあ正式なデータというか調査結果が公表されているわけではないので、今言えるところはこんなもんなんですが、僕がまあ今言いたいのは、あの時に中国が撃ったと言ってきた人たちの責任です。まあ多分その人たちは責任も感じてないと思いますし、自分で言うたことも忘れて、日々ぼーっと暮らしてはるんやと思うんですけど。そんなあなたまあ今これで何人ご覧になってるか録画なんで分かりませんけれど、あえて挑発的なことを言いますが、そんなことを言いふらしてるあんたがこの国を悪くしてますよっていうことですね。このあと世の中は不安定ですから、いろんなことが起きると思います。それは直接軍事に関わるようなこととか、国民の安全に関わるようなことが議論されたり決断されたり実行されたりしていくと思うんですね。日本は平和と水はただやというような状況でない、世の中が今来ていますので、そういう時に訳も分からず陰謀論を振りまくっていうこと。これは僕はひどいことだと、人を不幸にすることだと思いますし、あんたが自分で不幸になる分には知りませんが、周りを不幸にしますので。で、まあ、そこでまさしく記者であったり教授であったり、ジャーナリストであったりっていう人たちの出番なんだと思うんですね。まあ、100% の人なんてないです。100% のメディアももちろんないんですけれど、で僕自身が 100% の人間ではもちろん決してないんですが、誰から情報を取るのか、誰の言うことを聞いた上で判断するのかっていうのは、どうぞ皆さん心しておいてください。いいね。これはまあ木原事件について昨日安田種男さんのお母さんとお姉さんの、ロングインタビューを公開いたしました。全てのコメントを読ませていただきました。まあもともとコメントしてる人がご覧になってる方の 1%、数で言うと、だから人数で言うと 1% 未満の人、 99% の人は何も言わないで昨日の公開したインタビューをご覧になっています。現段階で1万数千回ほどの再生回数なので、その100倍は僕は見ていただきたいなと思っている内容なんですけれど、これまでの週刊誌報道とか、あるいは他の YouTuber の方がお話になっていることと多分違う印象を持たれたかと思います。まあそう思っていただきたいなと思って僕はインタビューをしましたし、公開をしているわけですけれど、まあ別に僕が出したことだけが正しいわけでも何でもなくて、他の人たちは他の人たちの正義感にのっとってやってらっしゃるんですけど、まあ僕の考え方とは違うなという思う書き込みがやはりありましたよね。まあ、だから誰の意見を信じて、考えるのか決断をするのか行動するのかっていうのは、まあもちろん最終的にはその一個人それぞれがお考えになってやればいいことだと思うんですけど、まあ私自身は、いろんなことのバランスを取りながら、でもこの方向は違うよっていうことについてはちゃんと言っていきたいなと思っています。このことを何歩喋ったって、陸上自衛隊の偉いさんをはじめ今回の事故で亡くなった人たちが帰ってくるわけでも何でもないんですけれど、ご遺族の悲しみ痛みが和らぐことでは決してないんですが、しかしまあこの事故を教訓に何をするのか、このヘリの安全性を高めるためにどういうふうにこの事故を総括し改善するのかっていうことは一つあるんですけど、それとは別にこういった事故とかがあるたびに繰り返される陰謀論、それが、まあ、陰謀論を全て僕はダメだっていうこともあかんのやろなというのは最近思ってはいますけれど、少なくともこの陸上自衛隊のヘリコプターが墜落したことで、中国軍が撃ってきたんだっていうことを広めた人にあえて言いますが、恥を知れと思います。そんな結果には全くなっていませんということですね。まあそんなん言うても陰謀論好きの人は変われへんのかもしれませんが、まあより多くの小茂さんの言うことやったら聞こうかと思ってる人たちには伝わればいいなというふうに思っております。電装の燃料プラグが不具合を起こしまして、で燃料をエンジンに供給突然しなくなってエンストをすると。でその突然エンストしてしまったことによって追突事故が起きたりして、で、死亡事故が発生したりしているという問題であります。430万台にも及ぶ車やあるいはバイク、メーカーも各社なってます。スバルが22万9000台、マツダが14万6000台、スズキ6万4000台、三菱が3万6000台、そしてバイクでもホンダ3000台、ヤマハも届けられております。救急車やパトカーもそのリコールの対象になっているということなんですね。2020年3月以降リコール相次ぎました。うん、電装などによりますと、燃料を吸い上げるインペラという樹脂製の羽の車があります。この部品を作る金型を変更したんだそうです。まあ、この金型の変更っていうのは、まああることです。金型もすり減ったりとか、耐用年数の問題もありますから。で、その金型を変更したところ、樹脂の密度が低いものが生産されてしまい、でそこまでできて部品として出来上がってから長期間倉庫に置かれるなどしまして、その間に車両に搭載されるまでに表面が乾いて樹脂が収縮することで細かな亀裂が入ってしまう、その不具合であったというようなことがようやく分かりました。それでインペラがちゃんと動かず燃料が供給できなくなって、突然車走ってたらいきなりボンと止まってしまうということですね。ブレーキ踏んでどうのじゃなくてエンジンが止まってしまうということで、でまあ場合によっては追突されるとなどの事故がありましたということです。でその金型の変更ということが何らかのその効率化だけを求めて安全性を担保しないようなことであるならばもちろん非難されることなんですけれど、ごめんなさい、ちょっとボタンに手が当たってしまいました。通常の、業務の中で、行われていたとするならば、これはもっと深い原因を究明しないといけませんけれど、起きうる話であります。で僕が一番問題だと思うのは、こういうその不具合が生じて事故が最初に起きた時に電装がどうしたかっていうことですね。細かいことは私も記憶していませんけれど、最初「いや問題ありません」っていうふうに言ってたと思うんです。いやこんなんしてエンジン止まってしまいましたよと、どういうことですかとなった時に、もちろんいきなり多分電装にはいかないですから自分の車はもしそういう不具合があって走ってる最中に急に止まったとして、電装にちょっとこれおかしいんちゃいますかと普通言いませんから、ホンダならホンダ、トヨタならトヨタ、そういうところへディーラーに言いますわね。でそこから情報上がっていってるはずなんですが、そこで「いや問題ないです」っていうふうになりがちですよね。そこでしっかり調べていれば、ヒヤリハットじゃないですが、ハインリッヒの法則じゃないですが、しっかり調べていれば同種の事故がその後起きるのを防げたかもしれないと。そこで動かなかったというその、組織としての、あるいは情報の流通としての、そこに目詰まりが起きてませんでしたかっていうことを僕はもっと知りたいですね。物を作ってる以上、それは不具合というのは生じるものですから、そしてまた金型の変更などというようなことが起きると、今日作っていたものと品質が変わるということはありえますので。それはそうなんです。ゼロにはならないので、ただ実際問題おかしいということが出てきた時にどう対処するのか、いろんなその昨日までやってたことを今日もそのままやるっていう、長いものに巻かれるっていうのと、昨日までやってたことと今日やってることを変えるのはめんどくさい。今日やってることを明日変えるのはめんどくさい。自分のやることだけでもめんどくさいのに人を巻き込んで変えようと思うと、これはめんどくさい。長いものに巻かれろとめんどくさいっていう、これは人間誰しも持っていることなんだと思いますが、特に長いものに巻かれろで言うと、日本人の長いものに巻かれろ病っていうのは、そういう性根というのは根本的に問題を生じていますよね。うん、なので、まあ、今日朝日新聞一面で金型変更が原因ということを書いてはおりますが、そういう技術的なところだけではなく、不具合が生じたことがいかに共有され、無視されなかったか、無視されてしまったというところが問題を大きくしたっていう、その視点での記事を期待したいなと思います。その下、通常国会が開会をしております。予算を決めていくためのものでありまして、150日間の会期です。6月23日まで。まあ、今、派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件が、通常国会始まる前に捜査が終結をし、そして安倍派の5人衆をはじめ、秘書が秘書がと言った人たちが不起訴となっていく中、国民の怒りは収まらない、その中での通常国会であります。まさに通常行われる施政方針演説を、先送りするという形になりました。週明けになりました。まあ、ここでひょっとしたら岸田さんのことですから、なんぞ施政方針演説までに出してくるのかもしれないですね。まあ、ある意味やけっぱちですし、やけっぱちやからといって、あのタイプの人は「だまもうかねへんのじゃんだら、もうあと何日おられるか分からへんから、もう好き勝手やったらで」っていうことじゃなくて、やけっぱちなんだけど冷静っていう、そういうタイプだと思っておりますので、しかも後ろには木原誠二官房副長官経験者がついておりますので、その辺は眼鏡の下でキラリと目を光らせてですね、自分の総理大臣生命を長らえるための何かを打ち出してくる。派閥解消ではなかなか進まなかったところでですね、そして能登半島割、北陸割でしたっけ、1泊2万円まで補助しますよということだけではない、何か起死回生のものを打ってくるかもしれないですね。万博の延期とか、そういうことですね。わかんないですけどね。で、まあほんまにそれだけバタバタしてるんだと思います。施政方針演説を打ち出せないぐらい、まあ出てくりゃ分かりますけど、施政方針演説って原稿にするともう新聞の紙面一面ぐらいになりますからね。あれのことも外交のことも何のことも、もう内政のことも経済のことも教育のことも子育てのことも介護のことも、もういろんなことを言わなきませんから、その調整が大変だっていうのはあるかとは思うんですけれど、今本当に自民党はバタバタしてまして、茂木派が今ブロック崩しのようになってますよね。岸田派が解散すると言って、で安倍派とかね、二階派もってなりました。森山さんのとこ、そして、もう一つグループありましたよね。でそこも解散ということになりました。茂木派が、まあ、もともと持った茂木さん自体が、あんまり茂木派の人にモテてなかったということなんでしょうけどね。小渕さんが抜け、青木さんが抜けっていうことになっていってます。まあそれもここまでの自業自得だと言われりゃそうなんでしょうけれど、でまあ麻生さんのとこだけ、まあ、残りますっていうことなんですけど、さっきグループの名前谷垣さんのとこでしたね。谷垣グループは解散ということで、でもまあすぐ集まりますよ、勉強会とかっていう形でね。そんな一人一人でやっていけるような人多分ほとんどいないでしょう。まあ、私もいろんな人にお世話にはなってますけど、基本そういう意味で無派閥でやっておりますんで、 YouTuber コモさん無派閥でございますんで、いやあるいはコモ派なんですけど、部下のいないコモ派それは派閥というのかっていう話ですけど、長いものに巻かれたいんですよ。長いものに巻かれたいんですよ、日本人はね。会社や上司やにブーブー言いながら、だってやったことないでしょ、ね、僕やってきましたから、これ25年間会社辞めてから、まあまあ毎日放送が長いものなんのかどうかはごめんなさい分かりませんけれど、うん、いやもちろん自分一人では何もできないんですよ。もう家族も含めて社員も含めてお取引先も含めてお世話になってるからこそ成り立ってるんですけど、ただその意思決定をする上で、自分が判断する上で誰かに判断を委ねないということですね。会社がこう言ってるからって、まあ、サラリーマンはまあまあお役人も含めて、上がこう言ってるからっていうことで納得するわけでしょ。その上が僕ですからねよりどころがないんで、長いものに巻かれる、その長いものがないんですよ。まあ背高いんで、高いものはここにいるんで、高いものを見上げて、もう誰も言ってくれないんで自分で考えないといかんですよ。まあそういう立場を自分で選んだんで、長いものに巻かれる必要もないし、その長いもんもないわけなんですが、ほとんどの人はとはいえ、主人と別れると、年金だけでは生きていかれへんしっていうような奥さんもいらっしゃるでしょうし、まああと定年まで何年やから、そらね会社の言うことを聞いとこと、飛ばされるの嫌やし、ただでさえ給料役職定年になって減ってんのにこれ以上減ったら嫌やとか、まあまあいろんな形、そもそもが何十年も自分の頭で考えたことがないので、自分の頭で考えろって言われてもやり方分かりまへんという人が多いと思うんですよね。それはね、国会議員もそうなんでしょう、伝送の人もそうなんでしょう。自分が何か言って、これおかしい、これはおかしいですよって言って、そのおかしいことの本質は何で、だからどうすべきだって言って考えて動ける人は多分もう本当にごくごくわずかなんでしょうね。でまあでもまあ本当の問題はやっぱりそうですね、政治に金がかかるって言ってるっていう話でしょ。でいや優秀なスタッフを雇って3人分しか出えへんその秘書だけでやっていけんのかっていうことは、まさしくそれを政党助成金でやるのか、歳費を上げるのか、何かの形で対応すればいい話で、自分に票と金を持ってきてくれる人に飯食わせたり、旅行行ったり、講演会のイベントをやったり、盆踊りに出たりする代わりの人間を金出して雇う、そこに金がかかってるっていう今のこの政治の現状を、昨日までそうやったんやから、先輩の時もそうやったんやから、何があかんのですかっていうのが、まあ5人衆をはじめとする人たちですよね。でましてや秘書がと、悪いことを秘書の責任にして自分で責任を取らない人の政策がどんなに素晴らしい政策でも、僕はそんな西村さんの決めたことに従いたくはないですし、まああえて近所ですから証ですから、もうそこまで行ったら、西村さんの選挙区ですから思いますね。そんな一番大事なところでリーダーとして責任取らなあかんとこで、部下の責任にしてなすりつけて、自分は何もございませんって言って駅前でビラまくような人の言うことを、そんな人を総理大臣にいただきたくは僕はないと思いますということですね。本当はだから、その金がかかるって言っている、いや泉さんなんかが金はかからなくてもできるんですよっていうことに対して、いやかかるんだっていうことを言うのならば、しっかりその金がかかることの意味合いを支援者と一緒にステーキ食う、その金がかかるっていうのはおかしいんじゃないですかっていう話ですし、冒頭触れたところで言うとダウンタウンの松本さんの問題は、その刑法に触れるような行為があったかどうかっていうことよりも、まあまあ、いやそれはもちろんそこは大事なとこなんですが、松本人志という権力とその長いものに巻かれるっていう芸能界テレビ局代理店というものがあるところが本質的な問題なのであって、芸能記者や大学の先生がそこを目つぶって「いやーラジオでした」っていうのは全然違うでしょっていう、そこなんですけどね、言いたいのはね。うん、さてドリル優子さんからやり方を教えてもらいましたドライバー、吉高さん、池田議員でありますが起訴されました。こちらですね、裏金、池田議員、はい、工具、まあ、これはまあバールのようなものっていうのはニュース用語としてよくお笑いに なります。どう見たってバールやろっていうものがバールのようなものと言わないといけないのは、まあ、裁判だったらそうなんでしょうけれど、もうドライバーでいいじゃないですか。ドライバー のようなもの、もう全部それやったらもう、何ですかね、スウェットのようなもの、眼鏡のようなもの、腕時計のようなもの、オンエアランプのようなものになるから、フクロウのようなもの、もうのようなものはもう禁句でいいと思うんですけど、起訴されました。まあ最低ですよね。もうまずいもんがあったら。でまあこれがね、紙やったらシュレッダーにかけるっていうことなんでしょうし、燃やすっていうことなんでしょうが、パソコンに入っているデータなので、ドライバーで、まあ、ドライバーで壊すっていうのがどういうことなのかが分かんないですけどね、ドライバーでこう本体を開けて、ほんで何かしたっていうことなんだったらまたちょっと違います。これがドライバーとして、ドライバーでガーン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 ってもしやったとしたら、ちょっとほんまに頭のネジ外れてるんちゃいますかっていうことですけど、まあそこでそのパソコンの本体に入っていたデータが壊れていたとしても、再現できなかったとしても、まあバレるんでしょうね。他のやり方でね、日本の検察はそんなに、はい、アホではないと思いますんで、しっかり上げてくださいませ、お願いいたします。で、自民党除名ですか、はされていますけど、はい、自民党の人がやったという話ですから、除名されてるからといって、自民党の腐った体制でないということには全くなりませんよということも申し添えておきます。まあ、長いものに巻かれろっちゅう話で、損保ジャパンの櫻田会長が退任と、今日朝日新聞が3面に退任発表、ビッグモーターの不正、事実上の隕石、経済面にも、同じように記事が出ておりまして、櫻田体制追い込まれまく、行政処分が決めてと、櫻田ファミリアと言いまして、いやそれは世界的な建築物の、はい、スペインにございますね、サグラダ・ファミリア、まあ、火事になってしまったりもしましたが、それ にあやかってというか、サグラダ・ファミリアと言いまして、まあそうですね、日産のゴーン体制じゃないですが、独裁者となった経営者とそれに巻き込まれて来た人たち、飛ばされることもなく、結局その独裁者の独創体制を許していた人たちのことをサグラダ・ファミリアというふうに言うわけですが、まあ、損害保険会社が再編をされていきまして、その中でも力を高めていこうということで、財界人としても存在感を高めていた名物経営者はビッグモーターによる保険不正請求問題により最後は追い込まれる形での退場となったと。痛恨の極みであり深く反省していると桜田さん頭を下げたそうです。もうその頭を下げるような、状況ではずっとなかったそうです。でビッグモーターのことが、まあ、記者会見が行われる前から河野さん取り上げてたでしょ。ひどいやり方だったわけですよ。保険屋さんとの関係もそうですし、お客さんの車をわざと傷つけて修理したって言うて保険金請求したりとかっていう、まあ、むちゃくちゃなことをしていたわけですが、それでもその桜田さんは逃げ切れると思ってたっていうんですね。でこれもジャニーズ事務所の藤島ジュリー当時社長もそうだし、宝塚歌劇の理事長もそうだったでしょうし、まあ、吉本興業松本人志みんなそうなんでしょうが、その権力を持っている人がですね、権力を持っている側がまあなんかうるさいのは5月のハエと書いてうるさい、なんかもうハエ取り紙持っといれやと、もう最近こんなん見ませんけどね、もうハエ潰してまえっていうような対応をしてたら、やっぱり根っこのところの腐ったところが明るみに出てきてしまって、結局退場に追い込まれるという、その晩節を汚すパターンですね。でだからやっぱり人間は、これは私も含めて、人間は権力を持つと腐っていくんですよ。ちやほやもされて、で美味しい目もしていくと、それが積み重なって、中にはそうでない人もいるでしょうけれど、ほとんどの人はだってそうやって腐っていくんですよ。だから腐っていくということで仕組みを作っとかなあかんわけですよ。まあ、それは、1期2年2期までとかっていう時間の限界を作っておくのか、社外取締役をちゃんとした社外取締役を置いて取締役会をチェックするのか、監査役がちゃんと監査役としての役割を果たすのかなど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 ですよ。伝票をダブルチェックして不正な支出をそれは経費では落ちませんっていうドラマありましたけど、そういうことをやるのか、まあ、本来用意されてるはずなんですよ。本来社会は人間の今までのいろんな失敗を、こういう独裁者を生んでくる中で、政治選挙も含めてより良い仕組みに変わっていってるはずなんですけど、でも結局損保ジャパンはやっぱりこういう独裁者を生み出して、最後こういう恥ずかしい終わり方をしている。で結局その根っこのところにある問題は何なのかっていうところまで検証をちゃんとした上で改善をするのかどうなのかっていうことですね。結局桜田さんという人が非常に力を持っていて、最後まで大丈夫だと思ってやっていました。しかしまあ最終的には、責任を取る形で辞めさせられます。しかしそれによって桜田という腐った権力は排除できたのかもしれませんが、損保ジャパンという会社に残っているその腐った金は何ですかっていうことですよね。吉本興業はどうですか、宝塚歌劇はどうですか、その根っこのところにある腐った菌ウイルスは何なんですかっていうところまで、検証をし分析をしその対策を取るのであれば別なんですが、なんかここにある腫瘍をとりあえず取りましたっていうこと、まあ外科手術としてはそれはそれで一つのやり方かもしれませんが、根っこのところが変わってないんだったらまた同じ病気が別のところで再発しますよっていうことですので。性善説か性悪説かで言うと僕は性善説に立ちたいと思っていますし、最終やっぱり人間って良き心を持って良きものとして生きていこうとするんだとは思うのですけれど、しかし仕組みはやはり性悪説に立った仕組みを作っておかないとやはり権力は明らかに腐っていく。そして周りの人らは長いもんに巻かれていくんですよ。だからね、みんなね自営業やったらいいと思います。会社で源泉徴収してもらってじゃなくて全員確定申告してください。はい、だからもう全額満額給料払いますんで、自分で社会保険料も払って自分で住民税も国税も所得税も払っていくと多分自分で考えなあかんねやと、長いものに巻かれるべき長いものなどないのだということに気がつくと思いますけどね。損保ジャパンの桜田ファミリアの人たちも桜田会長という長いものに巻かれていった恥ずかしい人生なんですよということですね。陸上自衛隊の幹部が靖国神社を集団で参拝していたという問題です。最終的に処分に当たらずという、部隊参拝には当たらずというこの記事が出ておりました。まあお前は右翼か左翼なのかって言われたら、まあ、右翼でありたいとはあんまり思わないので、まあ、左翼の側に入るのかもしれませんけれど、その靖国神社の参拝や英霊が眠っていると、いや永久戦犯がどうだと、まあ、いろんな考え方あります。ただまあ今までのこの戦後、それがアメリカに押し付けられた憲法でありするんでしょうけれど、日本の中でそのかつて靖国で会おうと言って天皇陛下万歳と言って死んでいった人たちがいるのはそうですし、まあ現実問題お母さんと言って、亡くなっていった人も多いでしょうし、戦死者の3割は味方に撃たれたもんだと言われていますし、南方では多くの人が餓死していると、戦闘で死んだわけでもないという戦争の実態もあるわけですけれど、今日本の中でその自衛隊が靖国神社を集団で参拝するというのはやめましょうという事務次官の通達がありますと。にもかかわらず実際集団で参拝しているということがありますよと、で公用車を使って行ってましたよっていうことが、まあ、今回明るみに出たわけですね。で陸上自衛隊の小林陸上幕僚副長陸将を含む幹部による靖国神社への集団での参拝について、防衛省は部隊参拝ではなかったという調査結果を発表しました。でこれは、休暇を取っていっていると。で22人が参拝をしました。航空安全の祈願のためということなので、まあ、結構前から行われていたみたいなんで、その陸上自衛隊の宮古島の沖の、事故というようなことだけではないようでありますけれど、市ヶ谷駐屯地に勤務する1佐以上、まあ、つまりもう偉いさんたちです。航空安全祈願、まあ、航空安全祈願はいいんですよ。まあ、航空神社っていうのが羽田空港にあったりしますんで、靖国である必要はないのかもしれませんが、そこに22人が行きました。でも集団部隊参拝ではないっていうんですね。それはみんな休み取ってた。あるいは玉串料は13人が私費、自分の財布から出していましたと。防衛省によりますと、陸上幕僚幹部の担当者は今回の靖国神社参拝をめぐり、行政文書である実施計画を作成していました。つまり役所の仕事として案内を出していました。実施計画ですから。それで何ですかね、防衛省が役員クラスでみんなでレクリエーションでバーベキューしに行くっていうのをスタッフがその案内計画何時に集合ですよ言って出したとして、それがどうなるのかみたいな話ですか。参拝者全員は自由意志で参拝したと主張している。だからそれはそう主張はしますよね。舞台参拝ダメだって言われてるんですから、自由意志で参加したと、意見言われたから行ったんじゃないですと。でそれって、その松野さんやら世耕さんやらがみんな全く知りませんでした、何ですか、悪いことには使っておりません、政策活動費として使いましたと主張しているというのと全く一緒で、まあ、もうこの国はもうそんなばっかりですけどねと主張してはるんですよ。それはそうでしょうね。舞台参拝や参加の強制を禁じる防衛事務次官通達には抵触しないというふうに結論付けましたっていうんですよ。いやだから参拝はしましょうと、自衛隊員であったとして自衛官っていうか防衛省の幹部であったとしても、別にまたみんなを戦争にしよう行かせようという意図はないので、こういう場合は行ってもいいですよというふうにルールを変えてくださいと、事務次官通達の新しいやつを出してくださいというふうに話をして、それでクリアになった上でやりはんねやったら僕全然で、それが社会としても受容されるんであったらやったらいいと思うんですけど、これダメだっていうルールはあるのを分かってて、だから自分ら勝手に行きやってそれぞれが。もうまさしく、特殊浴場でお客さんと会ったら一目会ったその日から恋の花咲いて、肉体関係があってお金の授受があってもそれは管理賠償に当たらないっていうのと同じような理屈立てじゃないですか。みんな自由意志で言ってるんで、これは舞台参拝ではない。でもなんか処分出さなあかんというので、ただし徒歩で30分以内で行けることから公用車を使ったのは不適切と判断し、実際に公用車公の車に乗っていった、だからタクシーに乗ってってたら、あるいは歩いて行ってたら、30分ですから2キロぐらいですか、健康のために歩いて行きはったら、よかったのかもしれませんが。訓戒などの処分を受けている、こういうなんかそのまやかしが僕気持ち悪いんですよ。陸上自衛官が防衛省の幹部が靖国神社を参拝 してはならないのかどうなのかっていうのは一つ大きな問題としてはもちろんあるんですけど、それがあることを分かっててやって、自分らが一人一人勝手にやりましたと。いやいや部下が何時集合言うて行政文書として仕事として作ってますやんか。それでも22人ぐらいのことでそれぞれが自由意志で行ってて、玉串料は13人自分のポッケから出したんであって、税金が使われたわけでもないと。で税金使ってるという意味では公用車を使った人間が、歩いて30分のところを歩かなかったからという処分、ちょっとおかしいんちゃいますかね。弟子が師匠を訴えて勝つという師弟関係と書いて、何でしたっけ、理不尽と読むでしたかね。内田達先生と話を以前ラジオの時してて、師弟関係というのはそもそもそういうもんですと、理不尽なものですと。それは師匠のその時の機嫌一つで。全部 OK になってしまうという意味でもありますし、そういう理不尽な中からも芸の真髄を学んでいくというところもないことはないとは思います。ないことはないとは思いますが、すのこの上に正座させられたとかっていうような、度重なるパワハラですよね。三遊亭圓歌師匠を訴えました。三遊亭天歌という天国の天に歌と書いて天歌という名前、最初何でしたかね、三遊亭ごめんやすでしたかね、ありがとうでしたかね、なんかそういう前座の時の名前はそういう人なんですけれど、この人が訴えておりました。で今は別の師匠がちゃんと面倒を見てくれはるようになりましてね、それはまあ落語の世界でやめていくならまだしも落語家としてまだ活動をしている人がですね、自分の師匠を裁判で訴えるなんていうのはまあとんでもないことである意味あるわけですよね。で破門だと言われてみたいなことがあってですね、でもまあ別の師匠がちゃんと拾ってくれはって、三遊亭ございますですね、2010年に入門をしまして、三遊亭ございますという名前で始まって三遊亭天下になりまして、で一旦本名井上雄作さんに戻って、去年からは吉原馬雀という名前で活動をされている方なんですけれど、三遊亭演歌さんと言いますと、山のあなたもう寝ましょうよってなんか子供の時に聞いた記憶がありますね。その演歌さんはもう亡くなってはるんですよ。今回産経新聞が山のあなたもう寝ましょうよの亡くなった演歌師匠の写真を使ってこの記事を出してましておいおいっちゅうもう産経新聞もそこもチェックできへん、まあ人間のやることですから、朝日新聞であろうが NHK であろうがミスは起きるんですけど、前の演歌さんが亡くなっているその写真を引っ張り出してきて、パワハラをしたっていう記事を出していたのはもう本当にまあ人間は誰もミスをするんですが、ミスの中でも赤っ恥の産経新聞のミスでありますけれど、で、今回80万円でしたかねの賠償を命じたということであります。暴言も暴行もあったと、もうこれはもういわゆるパワハラを僕はまあ超えていると思います。当時このことが話題になった時に芸能界はあんまり騒がなかったんですね。で仲間たちが天下さんの仲間たちが天下さんのことを聞いて、それはいくらなんでもひどいという声を上げました。音声配信なんかもされていまして、で僕がそれをリツイートしたりしたところで、僕の違和感の中ではやっぱりそれいくらなんでもそれは本当に師匠と書いて理不尽と読む世界ではあるんですけれど、でそういうことはある程度宝塚歌劇じゃないですが、ある程度織り込んだ上で覚悟を決めていくもんですけど、でもそれはもう常識外れてますよね。まあさ桜田会長なのか池田義孝議員なのかね安倍派五人衆なのか分かんないですけど、ちょっとあまりにも事なかれ主義というか、これ長いものに巻かれるとはちょっと違いますけどね、その業界の秩序の中で、松本人志は天皇なんだと、天狗になってても構わへんのだということで認められてきたおかしなことが、まあ、今露呈しているということだと思うんですけれど、政治の世界にしても経済の世界にしても芸能界落語の世界の中で師匠が尊重されるものであるというのはもちろんそうだとは思うんですけれど、それはあくまで、厳しさの中にも愛があるお弟子さんへの接し方、教育、甘やかすというのではなく、でそれを行き過ぎている人はやはりまあ師匠衆の中で「おいおい演歌君よ」と「それはあかんのちゃうか」っていうことの声をまあ徐々に上げていきはったんですよね。徐々に上がってはきたんだけど、僕が天下さんのことをリツイートして、なんかまだ当時長官チェックって言ってなかったかもしれませんが、なんかで僕触れたんですよ。そしたらまあ天下さんからありがとうございますというリプライがあったりしまして、まあ結果裁判としてもこういう結論が出ていまして、300万円の請求に対する80万円の賠償ということで、満額ではないですけれど、弟子が師匠を訴えるというまあ異例のこと、裁判一審ではありますが、師匠が間違ってますよという結果が出たと。でまあそれはパワハラをしたというか、もう暴行ですけどね、本来ね、パワハラという言葉で済ますようなことをではないことをやってると思いますが、演歌さんがあかんということの結論なんですけど、周りのその事なかれ主義、自分の頭で考えて、自分がもしその立場やったらどう思いますかっていうことをしない人たち、そしてメディアですね。やっぱりメディアはもっとそこはしっかり腹くくってやらあきませんよ。面倒やと思わずにね、芸能記者もいてはりますやんか。まあ個人的に知ってる芸能記者でそれなりに取り上げてはる人はありましたけど、結局こういう結論、裁判の結果が出るまで天下さん、その馬若さんをしっかり守ってくれた人はどれだけおったのかっていうと、やっぱりマスコミも面倒くさいことを嫌がって長いものに巻かれてる日本なんだなということを、巻かれるべき長いもののない立場の顧さんは思いますね。うん。最後はこちら、ストロング系の酎ハイというのがございます。 9%、 今もよく並んでいます。安い値段でより早く酔っ払えるというので人気でもありました。酎ハイなんで飲みやすいんですよね。でそのレモンとかシトラスなんとかとか、まあ、オレンジの味がついてたりするんで飲みやすくて、まあ、通常 4% から 6%、まあ、最近はアルコール度数の低いものもあったりしますが、まあ一時すごい人気で、これはアサヒですね。アサヒ飲料、アサヒビールが 8% を超える 8% 以上の缶酎ハイの新商品を今後発売しない方針であることが分かったと。まあ大体まあ 9% なんで、まあ、ビールが大体まあ5とか 5.5 ぐらい、まあ、もちろん焼酎とかで 25%30%、 ウイスキーで 40%50%、 まあ中には論理香とか 70% を超えるようなラム酒があったり、スピリタスっていうやつは90何%飲むと、この辺りが焼けていって、大王製紙の井川さんなんかはそれをガンガン飲みみたいですけどね。もう僕も論理香もスピリタスも飲んだことありますが、こう、食道が焼けていく感覚胃がこっちに曲がってるんやっていうことが分かるぐらいの、そういうきついアルコールなんですけど、アルコールの度数が高けりゃそれはまあそういうその70度90度は別として、それはそうなりますわね。で、健康被害とか、まあその泥酔していろんなこととか、それは当然あるんだと思いますよ。なので出さなくなりましたと。なんて言ってるかっていうとね、アサヒの 8% 以上の缶酎ハイは2020年末時点で79商品ありましたが、今はセブン&アイ・ホールディングス、セブンイレブンで出ているクリアクーラーストロングレモン&ライムサワーのみとなっていると。健全で持続可能な飲酒文化を目指していることから、高アルコール酎ハイの販売を控えることにしたっていうふうに、まあ、自分らのこの判断を前向きなものとして取り上げているんですね。いや、まあある種前向きなことだと思うんですけど、こういうその欺瞞というかがなんていうんですかね、日本の社会が停滞していることの原因だと思うんですね。貴重なご意見いただきましてありがとうございますと、納得してなくてもとりあえず陰銀無礼に言って、今後の番組作りにご意見を生かさせていただきますみたいな、なんかへりくだったような日本語ってありますやんか。朝日がこうやって 9% のストロングはもうやめるって言ったのは、あちゃーってやっぱりやってみて売れたけどこれあかんかったっていうことを感じたか、あるいは世間から言われて感じざるを得なくなったか、あーごめんもう 9% のものなんか作ってしまってごめんなさいっていうことなんだと思うんですよ。なんかその非常に前向きじゃないですか。そういうあちゃーあちゃー感のない原稿なんですね。健全で持続可能な飲酒文化を目指していることから、今後アサヒビールとしましては高アルコール酎ハイの販売を控えることにいたしました。以上です。いやそれって何の問題があったんですかと。記者会見なら 9% のストロング飲んでどんな健康被害があったんですかと。どれぐらい9% のやつを出したからっていうことで問題になってるんですかと、新宿の歌舞伎町で大阪の南道頓堀のところで若い子がこれ飲んでこんなこと起きてて、それ 9% のやつなんですけど、それについて朝日はどう思ってたんですかと。あるいは最初その事件があった時にどう思って社内でちゃんと検討してきたんですかと。今回この 9% のやつを発売しないっていうふうにしたっていうのは誰の決断ですか。どういう意見が社内から上がってきたのか降りてきたのか、何があったからこういう意思決定をしたんですか。経済部の記者がそこまでよう聞かんと思うんですけど、本来そういうことを言った上で、要は自分らが 9% の缶酎ハイを、200円やそこらの金額で、でしかもまあそら子供がコンビニで買えないようには一応なってはいますけども、30歳以上と思えない方は免許証の提示を求めますみたいなのが書いてありますけど、やっぱり問題あったから、じゃあ何の問題があって、それを企業としてどう受け止めて、どういう意思決定のプロセスを経て今回ストロングを出さないということになったんですかと。まあ結果として9% のやつが1本売れるのと、4.5% のものが2本売れるんやったら2本売れた方が朝日は儲かるんでしょうし、でもまあ総量として体に取り込まれる量は 500ml の 9% を1本飲むのと 350ml の 4.5% を2本飲むんであれば、その2本飲んだ方がアルコールは摂取しますから。まあアルコールを取るというのは僕はまあお酒好きですけど、まあ、そういうことなんで、健全な持続可能に消費者の体を壊していく分にはその方がいいという戦略は分かりますけど、本来そこはやっぱり何か悪いことがあったという認識と、それがどう悪いことであるのかという認識とで、どういう意思決定でそれが決められたのかっていうところが大事なので、こんなん朝日がこう発表しましたっていうことをただそのまま書いてるだけの新聞記事なんてもうプーですね。なんのこっちゃなっちゅう話です。要は今日はすいません、配信が途中で切れてしまったので録画配信という形になりましたけれども、その長いものには巻かれろと。面倒くさいことをしたくないと、昨日と今日は同じこと、今日と明日は同じことっていうこの多くの人が持っていることと、まあどっかで不安だからのその不安の裏返しなんでしょうけれど、えらいことやと、中国が攻めてくるぞとかっていうようなことに物事を、考えずに帰着させることの問題点っていうことについて、長々とお話をさせていただきました。Yの90分近くお話をしていただきましたところに、お付き合いいただき誠にありがとうございました。では今日は神戸の自宅書斎からお届けをいたしました。また明日インジャンをしてお別れすることにいたします。バイバース。また明日インジャンチョキー。では、良い日曜日になります。あ、土曜日かになりますように。あ、風船がいっぱい飛んでますね。はい、ありがとうございます。